皆さんいいですか、強い映画の準備はいいですか。シネマスコーレの副支配人すごい敦志、映画を愛してるっていうすごい人だっていうのが坪井さん、異常者だと思うよね、ちょっと変態だと思うんですよ。この男、映画館を変えるつもりらしい。映画館革命でいいから、とにかくそのシネマスコーレっていうところが必ずオンリーワンの映画館に絶対してやるんだ。どうぞどうぞ。この部屋はプリンセス墓場みたいな感じですね。立ちますからね、まずね。自立しますね。漫画みたいなんですよね、なんかあの存在自体。映画にかけた男の生き様を見届けよう。やっぱり映画に褒めてほしいって自分はあるんでしょうね。映画好きボタンを押すだけですよ、皆さんに。大好きよ。このシネマスコーレで名古屋で、あのいろいろ面白いことが起こっている。シネマ競争曲、名古屋映画館革命。これが映画館革命でした。